はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ヤマハのカスタムエンペラーというピアノ、皆さん見たことありますか？もう強烈、すごいですよ。見てください。デザイン的にはこんな感じです。もう木目が綺麗、このデザイン。足はダルマ足ですね。こんな感じですね。こういうデザインもエンペラーですね。もう皇帝ですよ。ベルサイユ宮殿にあってもいいような、ここのね。はい、名前が入ってますね。大倉智景、何でしょう、これはどういう意味なんでしょう。誰か個人的に自分の名前をつけたのか、これを作った人なのか、何なんでしょうね。ちょっとよくわかります。あ、丸めね。まだ物品税がある頃にね、免税で買われたということがね、わかります。中の状態です。ざーっと見てください。この辺に製造番号入ってないですけどね。はい、製版は何番ぐらいなんでしょうね。データを見ると445で始まる番号ですね。445万台の番号になります。綺麗ですね。本当に見事な芸術品っていう感じです。ヤマハの S400 という超高級モデルをモデルに、基本的なものは作ってます。外装をさらに特注にしてあるのでね。これはさてどんな音するんでしょうね。聞いてみましょう。あ、これはスタイメンみたいな音ですね。見た目だけじゃなくて音も最高です。下上みたいな、本当。